はいどうも、コンシェルジュです。一つ前の動画で、僕話したんだけど、長崎県で1月の末、2017年なんだけどね、2017年1月の末に、元旦那が元嫁をいっぱい刺して、10箇所以上刺して、で、殺し、で、その殺したその張本人、犯人の旦那は、近くの民家で、近くの民家っていうのが意味わかんないんだけど、空き家かな。普通に他人の家とかだったら超嫌だよね。でもまあニュースにはそうやって書いてたんだけど、近くの民家で首吊って自殺してたみたいな、そういうニュースがさあってさ、マジかと思ったんだけど、まず僕のその復縁やってる僕の気持ち、復縁のお仕事をやってる僕の気持ちとしては、被害者もやっぱりかわいそうだし、絶対出したくないと思ってるし、加害者も嫌なんですよ。あなたのことも心配してるんですよ。あなたが捕まったり、追い詰められて相手を殺した上で自分も自殺するとか、嫌なの。それは嫌だ。僕のコンシェルジュチームが、あなたもそうだけど、コンシェルジュグループの中からそれは出したくないんです。でこれちょくちょく言うけど、あなたもうコンシェルジュグループだから、コンシェルジュグループのメンバーだから、そのグループから出したくないので、絶対にやめてください。で僕これ別件なんだけど、今まで僕人ね、2人殺してるんです。でこれ殺してるっていうのは今ちょっと大げさに言ったけど、何かっていうと、相談者さんが、僕に相談してた人が2人自殺してんだよね。で僕常にね、全ての話においてヘラヘラ笑って話しますけど、ちゃんと考えて、いろいろ考えて喋ってるからさ、人が自殺した、要は相談者が自殺した話で、こいつヘラヘラしたいなとは思わないでください。ヘラヘラ、面白い話にしないとあなたも聞く気失せちゃうんで、僕は僕のこの YouTube のチャンネルで常に楽しい話をするっていう、絶対的な理想があって、まあいろいろ理想はあるけど、だからヘラヘラ喋りますけど、頭の中はヘラヘラ考えてるわけじゃないんで、そこはまあご理解いただければと思うんですけど、2人ね死んでるんですよね。で1人は連絡取れなくなったから、うんと思って、で行ったの、お客のとこまで。でこれは普通の探偵系の話の方なんだけど、まあ、すごく人生に悩んでる人でさ、でいろんな探偵系の調査みたいのもやってて、でいきなり連絡取れなくなったんだ。と思ってさ、どうしたんだろうと、今まで普通にやり取りしてずっと相談してたのに、いきなり連絡取れなくなって、でいろいろ報告書とかもある程度作ったし、送るって言っても返事も来ないし、わーと思ってさ、行ったんですよ。で警察呼んだんだ、そういえば連絡が取れねえっつって。でこの人悩んでたから、僕探偵屋で、名古屋の探偵屋なんだけどって警察に電話して、その地元のね、そのお客さんの家の地域の警察署をネットで探して電話してさ、その場で携帯で。でこういう事情でこうなんだが、僕探偵屋なんだが人生に悩んでる人からずっと相談を受けてたんだが、それがもうすでにお金も頂いててお客さんだったんだが、連絡が取れねえと。でもう2週間ぐらい連絡取れねえんだと。2週間ぐらいだったと思うけど、でもうどうしようかなと思って、まあお金ももらってたし、こっちもやることはやったし、別にほっといてよかったんだけど、法律上ね、契約上ほっといてよかったんだけど、いやでも心配だなと思ってさ、連絡取れやしねえから行ったんですよ、そのお客の家まで。でその場で警察、そういう話を警察にして、で来たんですと。で今チャイム鳴らしても出もしない、マンションだったんだけどね、どうしますって、これいやなんか自殺してるような気するんですよねって言ったんです、警察に。そしたら警察ちゃんと来てくれてさ「はい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 、あなたです」ってで警察通してマンションの管理人さんみたいのに、管理人もいなかったんだよ。だからその警察通して管理人とかに連絡取ってもらって、で紆余曲折あって、その家の人が、その関係者の人が来て「ああ」って言われて「こうこうこういう事情で」って話したら、それその親族の人でね、本人死にましたって言うんですよ。自殺ですよね。ええー、と思ってさ、もうかける言葉がないよ。だって気まずいじゃん。こっちあれですよ、お金もらって調査とかやって、で当然さ親族だからさ、なんか変な目で見るの、探偵だし。でもこっちにとってみりゃさ、正直だよ、おめえらがまともにその子のことちゃんとフォローしなかったんだから、そいつ死んだんだろうってこっちは思うんだよね。さもさ、なんか「あんた誰ですか?」みたいな、「あんたがうちのあれを殺したんでしょ」ぐらいなさノリで顔で見られて、でそれもまあそういう事情だったんですねって、もうかける言葉もないっすっつって、じゃあもう邪魔だと思うんで帰りますって言って帰るしかないけどさ、そういう目で見られてるし。でもこっちにとってみりゃ全然さ違う話でさ、その親族が自殺する前にちゃんとサポートしてりゃ死んでないわけじゃないですか。で僕は死なないように頑張ってたんです。ですごく悩んでたから。でマンションに一人暮らしだったんですよ。親族いるんじゃん、俺いねえのかなと思ってて、この人天涯孤独の身なのかなと思っていろいろ話したりとか調査とかしてたんだけど、いるんだよ別に。だからその親族が来なかったんだろ死ぬまでねえ。でその兆候に気づかなかったんでしょ、だから自殺しちゃってさ。それが1件と、あとはいきなり警察から電話かかってきてて、この話はねあんまりしてないからしてないと思うけど、いきなり警察から電話かかってきて、お宅誰だいって言われるんですよ警察に。と思ってさ、言った?言ってないよね。と思って、何俺捕まるんかなと、悪いことしたかなと思って、でも絶対してないし、何と思って、僕はこうこうこういうもんですけどっていう話を警察にしたら、あーって勝手に警察納得してんだ。で話聞いたら、とある人が自殺したんだと、とある人が自殺して、でその携帯の、その自殺した人の携帯の発信履歴着信履歴の最後に残ってたのがあんたの電話番号なんだって警察言うんですよいやマジか、それもおめえはと思ってさ。でその人すごく悩んでてさ、その人もでまだその相談の段階で具体的に動いてなかったんだけど、でいろいろ電話とかもしてて、頑張りましょうねと、もう僕はついてますからっつって、で何かあったら電話かけてくれりゃいいからって言ってさ、でその相手のそれ男、両方とも男なんだけどね、そのマンションの件もその人の件も両方とも男だったんだけど、まあ、男なんだから辛いことたくさんあるけど頑張りましょうっつって、みんな辛いことあると、あなたの辛さってすごい辛さだと思うけど、でももしかしたらもっと辛い人だって世の中いるかもしれない、その中でも生きてる人だっているから、だから諦めずに頑張ろうっていう話をしてたんだよね。そ死んじゃってさ、で警察から電話かかってきて、そうよ、で警察が「なるほどね」って納得して、じゃあそういうことかと、この電話番号が何か、じゃあ自殺だねって言われてじゃあ自殺だねってなんだよって思うんですけど、要は警察としてはさ、他殺の線と自殺の線で捜査してたんだろ多分で、犯人と関係あると思われてたんだよおそらくねで僕はまあそのちゃんと自分のことをしっかり説明してね、でああなるほどって警察が分かってくれて、じゃあ自殺だねってことになったんだと思うんだけど、死ぬなよってことなんですよ。僕だって辛いこといっぱいあったわそれ。僕だって辛いこといっぱいあったし、あなただって辛いことあるでしょ、うん、いっぱいあるよ。そういうのもね、嫌なんですよ。僕と関わりある人が死ぬとか捕まるとか嫌なの、うん、人生はそんなに難しくないですから。本当あなたが思ってる以上に実は簡単にできてるので、思い詰めてストーカーしたりとか、好きな女刺したりとかねえ、好きな女の実家に突撃したりとか、その自殺したりとかさ、やめようぜってことなんです。うん、本当にで、僕には多分それを止められる力があると自負はしてるの、僭越ながらね。うん、でも僕の言うこと聞いてくれない人も中にはいるけど、そういう人にはもう僕としてはもう救うことはできないから、まあ、関係ない話になっちゃうけどね。でも僕のことを信じてくれてる人に対しては絶対にそういうことをさせないっていうのが僕の中にはあって、だからストーカーしないでくださいねって言ってるんですよ。うん、ストーカーするとそういう悪いことっていうか、人を追い詰めることをやると自分も追い詰められます。うん、わかるかな。あのね、僕もほらいろんなお仕事とか何かしらのなんかあんまり声を大にして言えない経験も若干はあるわけですよ。例えばだけど、これ僕の経験なんだけどね、僕の身内がちょっと知り合いにお金貸してて、だいぶ前で返してくれないって相談されてじゃあ俺返してもらいに行くわって、まあその僕はこれ仕事としてはやっちゃダメなんだけど、その人っていうかそのお金を返してくれないやつは僕の親戚のまあ友達っていうか知人だから、こういう場合は僕が直接行っちゃっていいんですよ。親戚だからね。だから普通に行って、でお金返せっていう話をして、そいつのことをまあお金返すまで追い詰めるわけじゃないですか。追い詰めるって言ったら悪いことするわけじゃないよ。僕はその法律大好きな人間なので法律的に追い詰めるわけですけど、その時やっぱりこっちの魂も削られてるんですよ。疲れる、本当に。うん、こっちの相手をその詰めれば詰めるほどこっちも何か失われていくものってやっぱりあってさ。うん、だからあなたがもしストーカーとかすればするほど、あなたもどん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 細くなってくる。あなたの心があるでしょ。うん、それがどんどん要はその痩せていく、痩せ細ってって飢餓状態になっていくし、でそこの究極までいったら人を刺すか自分を死ぬかってことを、自分で自殺するかってことをやるんだよ。だからやっちゃダメなの。相手もかわいそうだし、あなたもかわいそうなんです。うんね、相手もかわいそうです、あなたもかわいそうだからやっちゃダメっつってんの、ね、いいことになるわけないんだから。そうかみたいなことしてて楽しいんですか少なくとも楽しくはないよね。なんか気は晴れるよ一瞬。でも気は晴れた代わりに、一瞬晴れる代わりにさ、さらになんかおどろしいものが内から湧き上がってこない。一緒だから分かるんですよね。うん、もう同じ経験があるから、やればやるほどムカついてくるでしょ。うん、嫌がらせとかストーカーみたいなことをやればやるほどより一層ムカつくでしょ。うん、だってやればやるほどいい反応来ねえんだから、より一層ムカつくに決まってるんですよ。だからやってる時はストーカーやってる時はいい気持ちでも麻薬みたいなもんだよね。ストーカーっていう薬打ってる時ははあってなるんですよ。でもその麻薬翌日とかになったら、まあ、23日経っちゃ切れるよね。でイライラしてきて、でまたそのストーカーっていう薬打つでしょ。どんどんエスカレートしてきますよ。それも廃人一直線コースじゃないですか。だからダメなの、ストーカーとかやったら魂持ってかれっから、本当に。うん、なので僕はあなたをそうさせたくないし、でまああなたがそういうことをやることによってあとその被害者になっちゃう人も相手もかわいそうだし、そんなことされる筋合いないからね。相手だってね、相手も最初はあなたのことが好きだった、でも嫌いになったってだけじゃないですか。それをね刺される筋合いはないわ、相手としても。でしょ？それにまああなただって、そんなこと やってね、どんどん自分の心が傷つく必要ないしさ。そういうことを思って僕はやってるんです、お仕事を。ね、だからやめよストーカーとかやめよで自殺するのもダメ。自殺は許しません。自殺はダメだよ。あ、そうそうそう、全然関係ないけどさ、イスラム教だと自殺するとあれなんだって、天国に行けないんだって。マレーシアに行った時に話聞いた自殺すると天国に行けないんだって。でも自爆テロやってんじゃんって言ったら、自爆テロはいいんだっつうんだよマジかよって話が、随分その自由自在な解釈なんだなと思って。でもまあ今後ね、またこれ自殺の話もうちょっと深くするけど、する時があると思うけど、自殺はしちゃダメです。自殺するほどのことなんて世の中何にもないんです。あなたが最悪ね1億の借金背負ったところで自殺する必要なんてないんですよ。生きていけるんです。そういうそのなんかこう真面目だからね、皆さん昔の僕も含めて真面目だから思い詰めちゃうんだけど、真面目だからこそもっと考えればその先に行けるから、そしたら僕みたいなの。なんか全てが大丈夫になります。でもちろんそのこういう感じになれやさね、なんか復縁できそうでしょ復縁できるんですよ。だって面倒くさいこと言わないし、もうね今はなんか喧嘩になってもまあ別にいっかみたいな感じだし。自分の主張をまあ通すところはいまだに若干あるけど、でもそこもね自分には悪いところがあると、完璧な人間いないし、自分がどれだけ偉そうぶっても自分も間違ってるところあるなってやっぱり内心ではちゃんと思ってるんで、ちゃんと反省もするし、でちゃんとその反省してなくても女の子をおだてるしね、こいつ本当もう隙あらばぶん殴ってやろうかって思いながらも、でもごめんねって、君の心傷つけて本当ごめんねって、俺全然ダメな男だみたいなことをシャーシャーと言えるようになったし、昔は正そうとしてた、どっちが悪いんか白黒つけようって話を彼女とかにしてたけど、今そんなどうでもいいもんね。そこだって人生において重要じゃないもん、っていう感じになると、女性だってさ僕のことをあんまり嫌いじゃなくなるじゃん。そうすると復縁できるんですよ。まあ話はそれましたけど、今回言いたかったのはあなたにはストーカーになってほしくないの。僕の仲間だから、もともと昔の僕があなたじゃないですか。でしょ昔のダメな僕がもしかしたら今のあなたなわけですよ。なので親近感あるわけでそんなあなたに僕はその同じ過ちじゃないな、同じ過ち僕は犯してないから、いや元カノ刺したりとかしてないからねだからそういうことをしてもらいたくないなと、辛い状況になってほしくないなと思ってこういう仕事をしてるっていうのもあるんですよね。なのでやめてください、ストーカーは。きれい事言うわけじゃないけど、でも多分本当ストーカーって麻薬と一緒。打ってる時は気持ちいいんです。僕は麻薬やったことないよ、覚醒剤なんてやったことないけど、でもまあなんかそんなイメージあるじゃん。打ってる時は気持ちいいんでしょ多分。でも切れるとなんか禁断症状が来るんだよね。でまた打つんでしょ、ダメだと分かってるのに。ほらストーカーと一緒じゃないですか。ダメだと分かってるのにやるでしょ、ダメだと分かってるのに元カノの家の近くまで行くでしょ。行ってる時はなんかドキドキしながら高揚感が高まって、なんかなんか成し遂げてる気持ちになるよね。何も成し遂げてないんだけど、でも成し遂げてる気持ちになるじゃん。こう明かりとか見たりさ、したから一緒のことしてるの。明かりとか見て、あ今消えたとかやるじゃんね。その時ってすげえいい気持ちなんだね。まあドキドキしたりとかなんかバクバクするんだけど、でもなんかスカッとしてる感じもあるんだよ。でも家帰って翌日翌々日になってみ、もう一回行きたくなるでしょ。女の家に電気ついてるかどうか見に行きたくなるよね。覚醒剤と一緒じゃないですか。それやめれって言ってるんですね。それをやめようって、覚醒剤と一緒だからって言ってるんです。なので本当ね、そういうストーカー行為はしないことと、あなたは生きることね、生きろです。はい、自殺しないようにしてください、っていう話でした。で、自殺の話は、まあ、さっきも言いましたけど、ちょっと深く考えたことがあったんで、今後1回2回話しますけど、今失恋してね、すごく傷ついてるあなたをすごく前向きにさせる話でもあると思うので、お楽しみに。はい、今回は以上です。コンシェルジュでした。ではまた。